者復活戦。ここでは惜しくも敗退した MC にもう一度チャンスを。観客票から投票された8 MC がワンオンワンで対決。8小節3本勝負。さあでは3試合目参りましょうか、はい、ガードワン VS ユーマ出てきてください。あこれも面白いって感じ。はい、3本まずは先ほどと同じくビートを聴いてからにしましょう。 DJ ワタ聞かせて。ペニーペニー、いや、はい、ではじゃんけんお願いします。最初はグーチェッキン、ホイ変わってください。8、3本ね。 OK かな。お、いきましょう。先行ガードマン、高校ユーマ、レディファイ。そろそろバッチリ決めていこうか、俺にも名誉ってもんがあるからさ。朝情熱を超える小説で溶けるような鋼鉄は嫌でってこと。お手本じゃねえお前の目の前で戦う、褒めるとこがねえような雑魚。まるで今日の滑走、飛んでる頭で戦い合おう。大丈夫、お前滑ってるよ。伊達メギに見たくスベスベですよ。一度ぐらいは滑ってよし、締まり良ければ全てよし。ミニちゃんの後のマイクなんだけどすげえいい匂いする。こいつはすげえいい匂い、俺のペニスはすげえ勢い。すげえ勢いけどすげえ微妙、俺はお前よりもっと上へ行こう。滑ってるよって言われても恥ずかしくね、恥ずかしいと思うことが恥ずかしいんだよ。本心で語って今日一上がってる、勝利が分かってる、当時のままで雑魚しもネタ相手本気にならねえ。 Yeah、 何すか恥ずかしい、してるのはやっぱマスカキ、お互いやっぱりギャグラッパー、とりあえずチンポコしゃぶらんか。口をパクパクしている金魚のようだ、俺はやるぜ。俺が奏でるガチのアート、ケツからキャラメル巻きアート。こいつが奏でるガチのアートって蓋開けたらそう何もないぞ。いらねえものやってるだけ、当たって砕け曲がってふざけるよりマシ。俺はガチでやってんだけど、音楽とラッパーも今はごちゃ混ぜ。お前の高校のギャグラッパースーパースメにして言葉猿だった。最後聞き取れなかった、誰が言うの？君と寝たかった。へひょ、フォークのサンプリングか、俺はパンチラインの産婦人か。フォーク知らねえ、アイスバーン知らねえ、チンコはヒロシ、マンコはミサエ、この場所で見ちゃえ。やってるぜチャンネルガードマンよりチャンネルのマンコちゃん。終了聞きましょう。成功ガードマン、高校ユーマ、勝者ガードマン、ネクストステージへお進みください。敗者復活戦見事勝ち抜いたガードマン、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。どうでした？もう投票で選ばれて、選ばれたからにはっていう気持ちで、なんつうんですかね、もう全力で、もう選ばれたっていうので、もうなんか熱さが勝っちゃって、うん、なんか今日は4人のバトルなんで楽しんでいこうみたいな感じだったんですけど、うん、もう今熱量出たんでこのまま上がっていこうと思います。さあ、ユーマ、ユーマ、ここまで戦ってどうだった？今日はどうでした？楽しかったぜ、ペニペニペニー、どうもありがとうございました。ありがとうございました。あいつは2回目があったら呼ばないですあいつは2回呼ばないです、はい、ユーマは今回限りということで、ね、今回限りです、はいはい、さあ、じゃあ敗者復活最終試合参りましょうか。